お疲れ、チャンスラッです。今日ですね、こちらのメガナイトオールブレイカーやっていきます。というわけで、まあ、新環境になりのガゴとねマイティが強化されたので、はい、まあ、両方ともね入れてやっていこうと思います。で、調整内容ね確認しておくと、まあダメージが 15% アップと、でマイティは移動が速くなってるというわけですね。で、まあガゴはね1体あたりで 15% なんで、まあ単純に3体いる、まあガゴムレタと5体いるってなると、よりね今まででのガゴよりも火力がねすごい高いので、まあなんだろうね、陸に対してユーノとか、まあプリンスとかミニペとかに対してガゴを出してた時のなんかね、陸受けもいるのかなみたいなところで、いらない、もうガゴだけで陸をね空から一方的に処理できるであったりだとか、まあ矢波持ちとかに対してもね、矢波打たれるまでに活躍できるよねみたいな部分では結構強いんじゃないかなと。はい、さあマイティはズルです。なんならこれで折れてもいいぐらいなんですけども、さあザッピーはマイティからすると天敵ですね。ちゅうわけで、まあメガナイトの後ろにガゴだったり、まあディガープラスガゴだったり、まあなんかとりあえずガゴつけとけばいいよねぐらいの、はい、感覚です。でメガナイトオールブレイカーはね、まあもうフェニモン環境で本当にいなかったんですけども、ものすごい帰ってきて、なんかいろんな方があるんですよ。それもそう、それこそこのゴブリン、僕今使ってますけども、ゴブリンの枠がプリンスだったり、まあガゴじゃなくてコウモリだったりとか、まあせっかくねガゴが強化されたんでね、あーやべえこれマイティがもったいない、ゴブリンが、はい、おつらい感じにはなってるんですけども、まああとはね単純マイティがいない方とか、マジでなんかメガナイトブレイカーって無限なので、結構ね自分たちの使いやすい方に勝手にいじるのがいいと思うんですけど、まあおすすめはまあガゴを強化されたんで、ガゴからのマイティもね使い得だと思うので使いつつですかね。まあゴブリンはね正直プリンスでもいいかなと思います。なんかその方がメガナイトプリンス組むだけ強いだとか、まあなんか使いやすいかもねとは思ってますが、なんか個人的にちょっと高回転の方がいいのと、ここ最近やっぱゴブリンもね強くて気に入ってるんで、ゴブリンです。でこういうのもね逃げちゃえばいいんでね、はい、逃げて爆破もしつつのって感じかな。で今回の相手ヤナーメ持ってんで、まあゴブリンがオールブレイカー、どっかはねどっかは生きてくれるよねって感じかな。さあサク、あのピッカーはねなんかどうやって溶かそう、適当でマイティはさすがに、てか、おっ、逃げ切れませんでした。まあでもこれ、なんか適当に頑張ってくれりゃ。おっ、すぐで火力。そこでゴブリンバレルとかも、まあ今までよりも溶かすのが早くなってんで、まあ相手の位置がずれてるのもあるんですけど、完封できましたね。結構ね、やっぱメガナイトの弱点火力ないんですけど、こういうマイティとかガゴ強化、最近だとゴブリンもねちょっと前強化されてるんで、なんかそう考えるとなんかメガナイトオールブレイカーはここ半年ぐらいでなんか大幅強化されてるイメージがありますね。全部が強くなってる。さあでこのデッキはまあちょっとだけね、ゴブガゴとかウォールブレイカーで回転も早いので、今みたいな感じでヤナメ打たれて、ヤナメ打たれて、ヤナメ打たれたその後がね相手ヤナメ回んないみたいなのもあるので、さあメガナイト出してないんですけども、まあ、メガナイトね飾りなんでね、はい、でここにはヤナメがあるけど、でこの次ですね。でこのマスクにライトは別に打たれてもって感じかな。でさあマジ強いんで、こうガゴでね処理できるのいいですね。まあ、このデッキだとそのタルババがないので、まあ、メガナイトオールブレイカーでたまにタルババがあるんですけど、この型だとないので、相手のバレル系はね、こう低めのゴブリンだとか、あ、わかった、ガゴとか、まあ、ユニットで対応していくのがベストかなと思います。まあダメージ受けちゃうんですけどね、ゴブリン一発二発は。まあカウンターでね、はい、しっかり仕留めていきましょう、サンタさん。あー、え？相手のさ、あのバナー、俺持ってないんですよね、多分。クリスマスバナー、新環境になって、バナーをね手に入れたんですけど、そうなんで新しくしました。ベビドラ気に入ってたんですけど、一応クリスマスなんで、まあ僕もなんかクリスマスバナーにしとけばね
ちょっとサンタさんからプレゼントもらえんじゃねっていうわけでバナーを変えました先ほど。何にしたか忘れたけど。でまあ今回のお相手はハンターホグコウモリ。わからないですね、まあ、ホグでマイティマジで大型には最強なんで、まあ、大型以外にも強いんですけど、これやっちゃ食いとかね。やっぱフェニモン環境が終わってアチャクイもねすごい帰ってきてるっすね今。アチャクイもマジで多すぎるやろっていうぐらいいるんですけど、まあ僕も使えばいい。フェニモン消えてアチャクイ、まあアチャクイスケキンマイティかな。文句はもう重いっすね。でゴルナイもね強いんですけどね、めちゃんこ強い、そうめちゃんこ強いんですけど、それよりも強い、ただただアチャクイとマイティがっていうイメージがあるな。さあユウのとこだと今のガゴとかにねユウのつけてとかもできるが、マイティなので気持ち防衛より事故は起きやすい。さあちょっと曲げそうですね。まあ、持っていきますか。メガナイトはね、僕はなんかあんま出してないですけど、全然使っていいんで、出し毒は言い過ぎ。それはウォールブレイク。おさあ、これ相手のアチャクイ消えなきゃ剥げる。まあ、今のとこで爆弾落としたら天才だったっす。ノー、あなたもメガナイト。まあ、でも、辛そう。マジこれメガナイトガゴだけで強いかも、ね、さあでもホグ警戒のゴブリンとマイティ出してんにょー削り切る、偉いね。さあでこれがねマジ強いです。このマイティ側にめっちゃ行って、うわやべってユニット出させたところで撤退。さあこれっすね、これやばいんだよな。そしたらマイティがぶっ刺してディガーもね後ろから狙っての、いやマジでずるくね、あんなん絶対出すよね。メガナイトとかユニット呪文とかもね、あそこでねファイボとかを使ってくれてね、ウッドファイボウッドと呪文もまあユニットもコスト、とりあえずコストを使ってくれるのがありがたいんで、マイティの後ろにユニットを出してコストを使わして逆サイドもあるし、マイティがに対応してくるだろうの逆サイを勝手に攻めて、あーやべ待ってこれ踏めないやつおる、逆サイを攻めてなんかねそっちのタゲを取りに行くみたいな、なんかいろんなね攻め方できるっすよね。とりあえずハッシュマイプリンズル、ハッシュマイプリン禁止にできないかな、マジで強すぎて。まあコカッちゃんですね、あーわかんねえな。あでもコカツはねマジでゴブリンガゴで守る、このデッキだったら、あとはメガナイトで踏む、あとはマイティの爆破で処理する。おお何がおもろいんだお前、あお前友達になろうぞ俺、あやばいこいつ友達になれそういねえな、すげえ煽ってくる。おいこのスタンプかわいいよな、めっちゃ可愛い、気に入ったっすね。ちょっとここにはね環境のスタンプね、前までフェニックス入れてたんですけど解放されたんで、これ早いんで今までだとマスクとかにボコされるんですけど、いやマジマスクに到達するまでが早すぎて、いやマスクをボコすっていうやばくね今の、普通に考えて。そうなんですよねマジマイティ強すぎて、ああいうのもね、なんかとっさに延命できる、スケとか、まあガゴとか、んガゴは無理だな。スケとかゴブリンとか、まあなんかアイスピとかが、ないとね、きついイメージがあります。いや、なんか新しい。新しいね。いや、メガナイト寝起きジャンプ。インフェか、なんだ。わかんないんで、とりあえず。
インフレはね、まあ、しょうがないですね。でこういうのは、まあ、僕の勝ち筋はもうディガーで削っていくことなんで、見ないかってことにして、はい。でまあちょっと橋本プリンがさっきからチクチクしてるのずっと。あでもこのマイティマジでマスクやってくれたら神なんだよな。まあ、ワインタの方がもうまい。マスクにこれやられるだけなんでね、逃げちゃおう。これなんか相手きつそうだけどな。でババは、あババがさよならどっこい。マイティこれ逆に忍び込みの、なんかで竹取れてるとねより熱かったかなっていう。いやいいね、メガナイトもあってマイティもあるんでそこそこに火力が高いんですよね。でまあこういうの使ってると絶対エリジェが止まんないですよってコメントが来るんですけども、止めてください頑張って。ジャイアント勝てないんでね、もうマスケですね。低めマスケメガナイト、まあさよならゴブリンで頑張って溶かすしかないですね。で攻め取るねとかを絶対マスクに使ってくるので、まあ、そのタイミングがねやっぱチャンスになるよねのまあカウンター。さあガゴ強いんでもうガゴでダメージを狙っていく。で今回の相手はフェニックス、まあマイティでこれめんどくさいですね。まあ卵を破壊しつつのゴブリンも、強いなマジでマイティ。自分が使ってたも早いし、相手のマイティ来るとヤバってなんな。さあさすがに、わあめっちゃいいロイホグ、ギリ間に合わん。さあでここをマイティで回収されると、まあ、個人的にはすごい辛いですね。だからフェニックスもあって、わかんない。とりあえずガゴつけとけばね。マジこの火力低いっすからね。相手も移動しなきゃあれ。ガゴを処理するためには。で、粘りすぎると。よし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 。さ、ガゴの火力が高いんでね。思ってるよりも削るぞ。1000ぐらいいったぞ。熱い。2体でね。さとまあ、火力が増し増しすぎるな。メガネットデッキなのに。で、豚、メガナイト、ナイターン、きついんですけど、まあ、マイティの爆破と、もう一枚で、かな。であと、フェニックスはね、マスケとかの餌なんでね、もう、文句がいるとね、やっぱきつかったね、今までは。けど、文句いないんでね。さあ、メガナイト、まあ、出してもいいんですけど、出す必要もないのかな、というところで、いきます。ザップ打てばすげえ熱そうなんだけど、ザップ打たなくても熱かったな。さあ気づけば相手はピンチと。でこれザップ打ってマスケを延命みたいな。頑張れマスケ。さあマジこのマイティをね、いやこれだけで多分えぐいで。やばい、待って、マイティ早すぎて。今のゴブリン釣れないんだ。解けないでー。さあ、というわけで、自分でもね、相手のマイティ分かんないというか、自分のマイティすら思い通りに使えないんですけども、まあ、それでも強いんだよな。とりあえずね。さあまあぶっちゃけガゴはね強化されて他のデッキにというかいろんなデッキに入ってくるかって言われるとまあ難しいとこではあるな。ぶっちゃけだってラバとほんとメガナイトオールブレイカーぐらいにしか使われないんじゃないかっていうぐらい、そんな使用率がね高いカードではないので、まあ今までコウモリだった枠にどれぐらい入ってくるかって感じかな。コウモリはね、やっぱニコスっていうね、
良さがあるんですけど、まあ、ガガは散骨にしては火力がものすごい高いので、暴れてくれはしそうですけどね。さあ、迫撃マイティの香りがするっすね。うん、まあほら着衣が消えたら逃げようかなって感じかな。消えてねえけど逃げたわ。やべ、お願いやめて。なんか相手うまそうな香りがしてますね。あ、でも気づきました。今回の相手、圧着意識対局がいません。なので、ここには敗北ポイズンか、気合。まあ、ザップ打ってもよかったけど。さあ、ガゴを生かして頑張りたいですね。一個前の環境に戻りましたね、完全に。うん、拾いたい。さあ、圧着犬今日ね、どうしようかって感じですね、僕は。まだなんかシンプル踏むのが一番手っ取り早いかも。で、これマイティで消えつつの、ガゴはしっかりね、延命していく。いやー、マジガゴが辛そう。よし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 。でも、ファイボカっぽい、まだ飛んできてないんですけど、まあ、これで使ってくれそうじゃね。で、これマジで、ガゴがマジで熱い。単品でいっちゃうのもったいないです。どうするって感じだ。そこにはポイが絶対来る。うん、いけ。いや、めっちゃいってる。しかもこの着衣を美味しくいただけると、あー、それめんどくさいっすね。えげつないカウンターになりそうだけど、お主大丈夫ですか。でも絶対ポイズン来るんで、ちょっと逆さやみにね。苦しそうで、これはこのオールブレーカーにウッドを、あれ暇だ、いってらっしゃい。さあ、まあ着衣が間違いなくお帰りしてきてるんで、まあ、そこに対してのやっぱマイティ、メガナイト、あとなんだろうね、アチクイって何が分かったっけ。完全にモンクなんですけど、モンクはもういないので、まあ縦線とか。そういった意味では意外とゴブリンだとね、受けがちょっと渋くなるかもしんない。まあ、これだとまあマイティ、メガナイトいるんでいいんですけど、スケブとかね、対アチクイを考えると、その辺も返ってきそうですね。まあ、でも全てマジで今回のバランス調整はマイティ一つで完結しますね。ガゴの強化もマイティでなんとかなるし、よいしょ、圧着にも受けれる。とりあえず守れる、攻めれる、最強です。さあ、めんどくさい迫撃っすね。もう一回迫撃だ。迫撃はまあずっと強えな。フェニモン環境でもフェニモン迫撃本当にトップワンツー争う強さでね、流行ってて、終わっても迫撃だからな。しかも下放されましたからね、迫撃もちょっと前に、うん、半年ぐらい前かって考えると、まあ、ずっと最強っすね。さあ、ザップがでもやり込むとコウモリはぶっ刺さりますね。
まあ、高回転オールブレーカー的な。うん、まあ、迫撃 D が、あれ、おや、いやー LSP がうまい。でもやりこぶ縦線のコウモリってなんかすごいですね。そのマイティをしっかり考えてるっていう。ああ、しかもウッドもうまい。うん、いい試合ができそうですね。とりあえずなんかね、メガナイトのこの逆線にマイティ流せば事故ってくれるんじゃねっていう甘い考えなんですけど、なんとかなりそうじゃないですか。あ、マジでそのムートエロすぎてことするくね。さあガゴが、おーおーおー、ガゴがめっちゃ頑張ってる。ガゴが気づいたら、でマイティ俺潜ってないんですけど、まあ潜らんでも強えな。えぐくない、ガゴ。エレスピのさ、やりこぶいてエレスピコウモリいたの普通に突破したっすね。てか相手さ小型呪文ないんすかね、かわいそうに。あ、まあ、これは逆にこれの大チャンスじゃね。さあマイティが完全フリー、うえー、あれまあ、えーって感じかな。いやマジ走らせるだけ強いっすよね。メガナイトで陸受け使わしつつのマイティの陸受けもいって、出したら逃げられるっていう、もう守れんくねっていう。はい、えぐい、なんかマジ最強って感じですね。ザ最強、本当に。よいしょ。さあまあ北とかにはねそこまでなんですけども、今まで防衛7割攻め3割ぐらいだったんですけどね、マイティは。やべえ、これ絶対いらん。なんかボタンあったから押してしもた。マジマジいらんかったな今、絶対ボタンあったから押してしもた。やばいか。さあちょっとバスケいかれちゃうんですけど、26ね。さあ26もこのメガナイト絶対キング起動ね、うまいとしてくるんで、ガゴをつけてね。はい、このガゴで頑張る。よいしょー。さあザプって強い。さあウッド使ったんで、ホグはゴブリンでいけるっすね。マジな、なんかクラロワってその基本的に攻めカードっていう役割のカードがあるんですよ。そのホグ、バルーン、うん、なんだ、まあ、ゴレ、エレジャイ、ラバみたいな、こう守れはしないんですけど、そのカードはしっかり攻めで活躍するよみたいなねカードがあるんですけども、そんなの無視っすからね。それこそ前回のフェニックスとかも、フェニックスで守れるじゃないですか、なのにフェニックスで攻めれるっていう、そのおかしいんですよね。役割があるのに1枚で守りも攻めも全てがね完結しちゃうっていう、まあそれが今回近いのが多分マイティかなっていう気がしてるんですけど。さあこれ潜って、あーめっちゃいいマスケ、でも飛んでる。なのでこのなんかステータスはねちょっと良くないっすよね。オーバーしてる、まあ、僕は使うだけなんでね。さあこういうのもマイティつけてなんかいろんな戦い方ができそうですね。まあ微妙か。なんか潜りたくなっちゃうっすね、まあ、マスキーが入ってるから。諦めっすね。ほい、あれ、ごめんなさい、諦めてない、よかった。楽しいやつやろうか、マジで。いやーウッドでリセットからのアイスピでリセットか。いやうまいな。さあでも
守ったんだよね。マジメガナイトの弱点はマイティと最近火力上がったガゴとゴブリンがね全て補ってくれるんで、メガナイトオールレカマジでな上狙えるっすね。というわけでこちらのねメガナイト、マイティウォールブレイカー皆さんもやってみてください。なんかまあいろいろやったんですけどね、個人的にマイティゴブガゴが、はい、気に入りました。では、じゃあ下もまだいい。